こんにちは、粟田洋介です。今日はこのキャンバスにアクリル絵の具で絵を描いていきます。若い人ほど斬新な発想で絵を描いているけど、年を取ってからはそういう面白い斬新な絵は描けなくなっちゃうんだと思っている方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。でも若い人もそうでない人も人それぞれだし、また若いからこその斬新な発想もあるかもしれませんが、年を重ねたからこその斬新な発想もあると思います。今日はそんな話もしながら絵を描いていこうと思います。ちょっと今日は最初から描きたいイメージがあって、ちょっとシンプルだけどいつもとちょっと違うような描き方をしていきたいと思います。30代半ばぐらいになった時に、私は絵を描く、アートを作るには年齢を重ねるということは有利になるんだなと思いました。というかそう実感しました。今となっては30半ばなんてまだまだ若者なんですけど、その頃は10代20代こそが若くて斬新なことができるんだなと思っていました。でも30代半ばに入り、どん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 新しいアイデアが出てきて、新しい作風を考えて絵を描いていました。立体の作品も作ったり、すごい勢いで作品を作っていたのがその頃です。その頃からアーティストにとって年を取るっていうことはプラスのことなんだなと思うようになりました。まあその頃は40代になって50代になってってことは分からなかったんですが、今でも年を重ねることはプラスの面もあるなと思うし、若い時ならではのプラスの面もあると思います。若い時は流行に敏感です。だからその時代を映し出したような作品を作るのに有利かもしれません。私は若い時からそれほど流行に敏感じゃなかったんですけど、現在の私に比べたら全然敏感だったんじゃないかなと思います。それだけが理由じゃないかもしれませんが、年を重ねると長年の記憶が蓄積しているために、つい最近流行だったと思ってたものがすでに時代遅れになったりなんてことが珍しくないかもしれません。そして若い時の方が感情的な表現もしやすいかもしれません。年を重ねると長年の経験から多くのことが初めてじゃなくなったり、まあ他にも理由があるかもしれませんが、若い時よりも感動が薄れているかもしれません。でもまあそれは人によると思います。私は人間には年が若いことによってプラスのこともあればマイナスのこともあると思います。そしてそのプラスのことは年を取ることによって放っておくと腐ってなくなってしまうんだと思っています。例えば柔軟な頭は硬くなる、豊かな感受性は乏しくなる、持っていた純粋さはひねくれていき、情熱も冷めていきます。でもこういったことは放っておけば腐ってしまうんですけど、ちょっと心がけていると若い時のプラスの面はまあ劣化はするかもしれませんが保たれるんじゃないかと思います。場合によっては劣化どころか若い時よりも良くなる場合もあるかもしれません。で、若い時に持っていたマイナスのことは磨けば成熟していくものだと思っています。まあ、プラスのこともマイナスのことも人によると思うんですけど、例えば若い時わがままで自分のことしか考えてなかったとしたら、成熟して余裕が出て自分勝手じゃなくなったりとか、まあ若いながらの未熟さだったりとか、そういったことなんですけど、年を重ねるといろいろ経験が豊富になるので、いろいろと成熟していくんじゃないかと思います。でもその成熟していくっていうのは努力が必要だと思います。
なんて言って私自身そのプラスの部分をちゃんとキープできて、マイナス面が成熟しているかは全然自信がないんですけど、何が言いたかったかというと、年を取ったからって斬新な発想がなくなってしまうというわけではないということです。若い時は流行に敏感だって言ったんですけど、斬新な発想に流行に敏感である必要はないし、ちょっと年齢を重ねて頭が劣化していたとしても、今までの経験で補えるんじゃないかと思います。経験って言っても大それたことである必要はなくて、例えば今までの人生が本当につまらないものだった、何十年もつまらない生き方をしてしまったという経験だったとしても、つまらない人生を何年も生きてきたという経験は十分に芸術表現をするに値するテーマになると思います。私自身が表現していることは本当に些細なことばかりですが、自分ではそれでいいと思っています。それが自分自身だし、そして表現するのは自分の経験である必要もないし、何でも好きなように表現していいんだと思います。私が大学生の時、アンリ・マティスという画家の作品にとても影響を受けました。作品だけじゃなくて、彼の人生自体、すごい私のインスピレーションで、彼は生涯斬新な作風を描き続けてたんですけど、すごいいつも進化し続けてて、84歳で亡くなる十数年前に病気になって、10年以上病気のためにベッドの上で生活していたそうなんですが、制作意欲は全く衰えず、80歳になってからも新しい作風を生み出して絵を描いていたんです。で、今上野の東京都立美術館でマティス展をやっています。私も早速行ってきました。現物は何点か見たことあったんですけど、あんなにたくさんのマティスの作品を生で見たのは初めてです。で、以前つまんないなと思ってた彼の初期の作品、新印象主義の作品とか、現物を見たら色がすごいいいなと思って、他の作品もすごい良くて、やっぱりアートは生で見たいですね。年齢と斬新な発想っていうことなんですが、その80過ぎてからの作品、色紙を切った貼り絵なんですけど、マティスの若い時の作品からずっと来て、その80歳過ぎた時の作品が、なんか私の個人的意見なんですけど、なんか一番若々しいポップな感じでした。年取ってしかもあんな病気のコンディションで描いたものなのに、やっぱりマティスすごいなと思います。それと同時に、年齢なんて言い訳にしちゃいけないんだなと思います。こんな感じの作品が完成しました。タイトルは丸く魚を持つ猫です。実はマティス展で見た座るバラ色のラフという作品があったんですが、すごくその作品いいなと思って、なんか全然違うんですけど、それに影響されてこういう感じで描きました。よかったらその作品検索していただけたらと思うんですけど、なんか全然違うけど、なんかこういう線が書いてあって色が塗ってあってということで、なんとなく意味が分かってくださる方くださるんじゃないかなと思います。別にそのマティス風に書こうと思ったわけじゃなくて、自分の作品として書いたので全然違くてもいいんです。で、年齢と斬新な発想という話に戻るんですが、私は年齢よりもその人それぞれの個性の方が大事じゃないかと思っています。例えば20代の A さんという人と20代の B さんという人がいて、両方年も同じ、性別も同じ、でも全然違う好みとか価値観を持ってて、絵を描いても作風も全然違うという人たちがいたとしますよね。で、80代の、まあ、90代でも何でもいいんですけど、80代の A さんという人と80代の B さんという人、その人たちも全然違くて、でもその80代の A さんと20代の B さんがすごく趣味が合ってて作風が似ているかもしれない。
まあどういうふうに表現したいっていうのは人それぞれだと思うんですが、私は別に斬新だとかなんとかってことよりも、自分が面白いとか美しいとか、まあ何でもいいんですけど、自分が描きたいと思ったように描きたいと思っています。なのでもしも自分が若すぎるとか歳が取りすぎたとか思ってる方がいらっしゃったとしても、そんなこと関係なくて、あなたはあなたの表現をすればいいんじゃないかと思います。そんなわけで今回の動画は以上です。この動画が良かったと思った方はグッドボタン、チャンネル登録、コメントなどいただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。